にちは、Gです。今回はラズベリーパイ OS のお話。現行ラズベリーパイ OS は 32bit 版で、 64bit 版はテスト版が公開されています。最近になって USB ブートが公式にサポートされたので、 64bit 版のインストールと SSD 起動の手順をご紹介します。常用じゃなくて評価用ですよ。手順は 64bit 版 OS をダウンロードして SD に書き込む。ラズベリーパイ OS の初期設定やファームウェアの更新をする。 SD のイメージを SSD にコピーする。 SD を抜いて SSD から起動。はじめに 64bit 版を手に入れます。画面の URL で 64bit 版がダウンロードできます。一覧が表示されますが、 ZIP ファイルを選択します。今日現在では最新の8月24日版がダウンロードされます。ダウンロードできたら、先の動画で紹介したラズベリーパイイメージャーで SD に焼きます。 Choose OS にダウンロードしたイメージを指定して SD に書き込みます。ラズベリーパイイメージャーがない方は、画面の URL からダウンロードできます。エッチャーを使っても構いませんけどね。終わったら SD をラズベリーパイに挿して起動します。起動時の画面です。NEXT をクリックして、地域・言語などの設定です。 JAPAN を指定して NEXT ボタン。パスワードを入力して NEXT。 オーバースキャンの設定です。画面の上の写真をご覧ください。左の写真のように画面の隅に黒い部分がある場合はチェックします。アップデートは時間がかかりますが、最新の状態にしてくれます。終わったらリスタートです。メニューを順に見ていきましょう。最小限のプログラム構成で、まさにテスト版ですよね。ターミナルを立ち上げます。最初はファームウェアの更新をします。sudo rpi update とタイプします。終わったらリスタート。次に EEPROM の更新です。sudo rpi EEPROM update-d-a とタイプします。私は更新済みなので、画面ではバージョン表示されています。ターミナルを立ち上げて、sudo raspi config とタイプします。矢印キーで3番目のブートオプションを選んでリターン。5番目のブートロムバージョンを選んでリターン。1番目の use the latest boot rom バージョンを選んで、了解を選んでリターン。
リセットするかとトリッキーなことを聞いてくるので、いいえを選んでリターン。もう一度3番目のブートオプションを選んでリターン。4番目のブートオーダーを選んでリターン。1番目の USB ブートを選んで、了解を選んでリターン。フィニッシュを選んでリターン。リスタートするか聞かれるので、はいを選んでリターン。メニューのアクセサリーから SD カードコピアを起動します。コピーフロムは起動中の SD を選んで、コピートゥーは SSD ドライブを選択します。先ほどの設定で USB デバイスからの起動が可能になったので、SSD へのコピーが終わればそのまま起動することができます。終わったらラズベリーパイをシャットダウンして SD カードを外し SSD を接続して起動し直します。SSD から起動したらターミナルで SSD の容量を確認します。DF-H とタイプ。容量値に問題があれば sudo raspi config で拡張します。画面では 110GB とあり、SSD は 120GB モデルなので正しく拡張されています。ついでにオーバークロックもしておきます。再度リスタートするので、起動までの時間を計測してみます。9秒で起動。ちなみに SD からの起動は34秒です。最後に NeoFetch をインストールしてオーバークロックの確認もしておきます。ところで、SSD めちゃくちゃ安くなりましたね。USB メモリーが割高に感じるぐらい。最初は画面のような SATA USB ケーブル使ってたんだけど、不安定でね。3本も買ったのに全滅。SSD はできれば画面のような SSD ケースで使いましょう。SATA USB ケーブルと値段も変わらないのに安定してますよ。ラズベリーパイ OS 64ビット版はまだテスト版ですし、常用できるものではありません。今後も評価は続けますので、トピックがあれば紹介をしていきます。Ubuntu でも SSD 起動の方法がいくつかあるんですが、まだ問題あってご紹介できる状態にはありません。正規のサポートも間もなくと思いますので、できるだけ早くご紹介したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。先週、秋分の日がありました。昼と夜が同じ長さの日。これから朝夕がぐっと冷えてきます。日本では春が入学の季節ですが、外国では秋ですよね。わからないな。秋からだと寒くて学校行きたくないじゃないですか。あ、春でも眠くて行きたくないか。ではまた次回。